こんにちは。日本のとある情報発信者です。今ちょっと時間できたんで急遽オイル交換しようと思ったんですけど、今前回のオイル交換から約1000キロ走った状態です。で、私が毎回1000キロごとにオイル交換してるんで、この車種が日本だとあまり需要がない車種だとは思うんですけど、オイル交換動画も多分そこまで需要がないと思うんで、これまで動画にしてこなかったんですけど、ちょっと今回胸マウントにカメラつけた状態でオイル交換していきたいと思います。で、急遽のオイル交換だったんで、ちょっとオイルフィルターの方を2つ準備してなくて、今回は1つしかないんですけど、毎回フィルターも2つ交換してますんで、今回はオイルとフィルターを1つ交換していきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。日本国快楽的二輪情報番組。はい、ではオイル交換始めていきましょう。今あらかじめバイクの方を 2,3 分暖気してちょっとオイルを温めた状態になります。はい、見えますかね。こちらの名前なんだったかな、最近年でパーツとか物とか人の名前をよく忘れますね。若年性アルツハイマーですね。なんだ、スキッドプレートか。ここのスキッドプレートのこの液体下のここのボルトを2つ外します。ちなみにこのスキッドプレートが P3 カーボン製のカーボンスキッドプレートになります。2つのボルトを外したら、ここですね、ここは、こちら側に刺さってるだけなので、あとは抜くような形になります。はい、ちょっと待ってください。よいしょ。オイル交換は大してきつくはないんですけど、私が腰痛持ちなんでこのチューブ作業が大変なんですよね。はい、抜けました。はい、こちらが P3 カーボンのスキッドプレートになります。ここ2つで刺さって、こちら側に刺さって、ここをナットで留めてるような形ですね。はい、こうしてみると、一応スキッドプレートの恩恵がありますよね。これで一応林道とかも入ってるんで、こう見ると腹下をちょっと擦ってるのが分かります。はい、でこちら置いておきましょう。はい、では一応スキッドプレートが外れたら、まずはオイルを抜いていくんですけど、690SMCR 2019年モデル、他のモデルも一緒だと思うんですけど、ドレンボルトはこちらになります。見えるかな。こちらですね。で、こちらがオイルストレーナーといって、フィルターのようなオイルをこすような部分ですね。で、オイルフィルターはここに刺さってます。で、こちら反対側にもありますね。で、もう一つのオイルストレーナーは、よいしょ、ここです。こちらのこのボルトが、ナットがオイルストレーナーもう一つです。で、反対側のオイルフィルターがここになります。ではオイルの方を抜いていきましょう。はい、ドレンボルトのソケットサイズが、13ミリになります。ではドレンボルト外していきます。ドレンボルトの締め付けトルク数はちなみに確か19ニュートンでしたかね。はい、よいしょ。はい、では反時計回りに回して外します。よいしょ、はい、回りました。で、ここのトルク数が19ニュートン M なので、わりかし簡単に外れますね。はい、外れました。はい、では見てください。結構鉄くずがやっぱり毎回ついてますね。見えますかね。毎回交換してもこれだけの鉄粉がつくわけですからね。そしたらこの棚にあるオイルストレーナーも外していきましょう。オイルストレーナーも13ミリのソケットで外れます。
じゃあ時計、反時計回りに回していきます。よいしょ。はい、外れました。と、はい、はい、見えますか。これがオイルストレーナーです。はい、一応こちらでも細かな鉄粉とかそういうのを越してるような仕組みになってますね。君って童貞？あ、バキバキ童貞ですね。はい、ちょっと見づらいと思うんですけど、ここの反対側のストレーナーも 13mm のナットになります。はい、では反時計回りに回していきます。よっしゃ。はい、今衝撃で腰がいくとこでした。椎間板ヘルニアお疲れ様です。オイル交換自体は大した作業じゃないんですけど、やっぱりこの中腰の姿勢がきついですね。はい、はい、見えますか。こちらのストレーナーも反対のストレーナーと形は一緒です。はい、今回はちょっとオイルフィルターの方は一つ交換するとのことだったんですけど、ちょっと時間の方がないんで、オイルフィルターはまた次回のオイル交換で交換したいと思います。嘘ですね、腰が痛かったんですよね。今のとこ毎回フィルター交換してるんでね、今回ぐらいはいいですかね。で、次回のオイル交換頻度を、まあ、通常私が 1000km で行ってるのを、まあ、1000km 未満でちょっと早めに交換しようと思いますんで、フィルターはまた今度したいと思います。ちなみにフィルター交換の説明簡単にすると、このフィルター部分のこのキャップっていうんですかね、これがこのトルクスネジで2つ止まってますんで、こちらのキャップを外すときはここのトルクスのネジを2つ外します。で、引っこ抜けばオイルフィルター中に刺さってますんで、ただ抜いて差し替えるだけです。こんな雑な説明動画見たことねえよ。で、私の場合はオイルフィルターにオイルを染み込ませてから、またここにはめ戻します。で、ここの、トルクスネジのトルクスが、確か約6ニュートンですね。はい、締め付けトルクが6ニュートンです。で、反対側も同じです。2つのトルクスネジで締まってて、締め付けトルクは6ニュートン。で、左右でフィルターの長さが違いますんで、Amazon なので1個500円台で買えると思います。はい。では、しばらくオイルの方を抜いていきたいと思います。日本国快楽的二輪情報番組。はい。では、ちょっとオイルが抜けきるのを待ちましょう。YouTube のコメントで 690SMCR の維持費がどれぐらいかかるんですかっていうコメントをいただいてたんですけど、今このオイルが抜け切るのを待ってる間にちょっとコーヒー飲みながらですけど説明していきたいと思います。この 690SMCR の維持費は、まあ排気量 690cc なんで、車検と、税金、保険、その辺は、まず出てきますね。これは皆さんご存知だと思うんで、保険料金とかは任意保険とかその辺は、まあ各個人の入る保険会社等で金額が変わってきますんで、その辺はちょっと省きます。で、通常のメンテナンスでかかる、まあ、通常の維持費ですね。今回やってるオイル交換でいうと、まあ、ディーラーさんでやった場合はやはり工賃とオイル代、それが発生してきますんで、自分でやるよりもやはり金額の方がかかってきます。ディーラーでやってもらった場合のオイル工賃、オイル交換工賃はちょっと私の方では一概にいくらというのは公表はできません。各ディーラーさんとか地域とか、まあ、その辺で多少の誤差はあると思いますので、ここでいくらですって言ってしまうと、その辺にちょっと、差し支えるかなと思いますんで、できれば私はディーラーさんでやってもらうのが間違いないかなと思ってますので、はい、自分でこうやってオイル交換とかメンテナンスする場合は、まあ、自己責任でよろしくお願いします。で、ちなみに私が自分でオイル交換した時の料金が、私が今普段使ってる
オイルがメーカー指定の、はい、モトレックスのパワースイントって読むんですかね。パワースイント、はい、モトレックスオイル、モーターオイル、パワースイントの 10W50 です。これが、KTM の 690SMCR の取扱説明書で推奨しているこのオイルを使ってくださいっていうオイルです。こちらがだいたい Amazon とかで購入した場合が多少価格変動はありますが、送料込みで9000円から1万円ぐらいだと考えてください。で、これ4リッター入ってますんで、 690SMCR の1回のオイル交換量が約 1.7 リットルって書いてあるんですけど、実際に使うオイル量はフィルターまで交換した時でだいたい 1.9 から2リッターぐらいと考えてください。なので、この4リットル缶を買った場合はこれで2回オイル交換ができます。なので、この4リットル缶で約1万円だと考えると、2回だから1回5000円のオイルを使うということです。で、オイルフィルターが2つ注文した時で約1000円ちょっとなので、まあ切れよく1500円としておきましょう。だからフィルターとオイルで6500円の、はい、資材というか材料代がいりますよということになります。で、工賃の方はもちろん自分でするので、まあ発生しませんので、1回のオイル交換で使う金額は6500円、あとはそのそこのフィルター部分の蓋のパッキンだったりとか、ドレンボルトのドレンパッキンとか、まあ、その辺は何十円とか100円とかそのぐらいの金額なので、そこはもうちょっと見ないようにしてます。で、他の油脂類で言ったら、フルードなんかもどうなんですかね。一般的にどれぐらいで交換ってなってるんでしょうか。前調べた時は、まあ、1万キロって書いてあったり、2万キロに1回って書いてあったり、やる人は5000キロで1回やるとか、結構その辺がまばらなんですけど、自分の場合はフルードタンクを除いて結構もともと透明なフルード液の方が多いんで、色が茶色く変化しだしたりしたら交換するか、ちょっとブレーキのタッチが良くないなって感じてきたらもうまめに交換してます、自分の場合は。で、あと油脂類で言ったら、 あとは冷却水ですね。冷却水がどれぐらいだろうな、まあ、減ったら足していくとかそういったイメージらしいですけど、自分が今9000キロ乗った状態でまだ一度も交換はしてないん で今5月でまた夏が来るんで、夏の暑い時期になる前に一度あのクーラント液は交換していこうと考えてます。で、もうすぐ1万キロなんで、1万キロ点検とか、あとはバルブクリアランス調整を1万キロごとでしないといけないエンジンなので、どっちだったかな、1万から1万5千キロの間かな。でも自分は早め早めでしていきたいタイプなので、1万キロ前後あたりでディーラーさんにお願いしてバルブクリアランス調整の方はしていきたいと思います。これが1万キロごとですね、約で。金額の方はこれはちょっと自分でしないんで自分の金額は出せないですけど、ディーラーさんでしてもらった時が、これもちょっと明細な金額は私の方から言えないですけど、まあ私の金額聞いた時の印象は、まあ良かったなって、このぐらいの金額で助かったなっていう金額でした。普通の国産のバイク屋さんとかで出すバルブクリアランス調整の金額からするとちょっと上かもしれないですけど、予想してた金額よりはちょっと、少し安く収まったかなっていう印象だったので、まあその金銭感覚は各個人違うとは思いますけど、そこはあまり心配されなくてもいいのではないかと思います。KTM さんの中である程度金額の方って設定されてるはずなんで、そこまでめちゃくちゃ変わるとは思えないので、それぐらいですかね。だから、まあこの、690SMCR を購入して一番維持費がかかる点っていうのは、オイル交換が1000キロごとに6500円ぐらいかかるってことと、
タイヤ交換約2000キロごとに自分でした場合でもやっぱり最低4万とか3万はかかってきますよってことです。でバイク屋さんでした場合はやっぱり工賃とかタイヤ代とかその辺にやっぱり上乗せする利益っていうのが必ずあるので、2000キロ3000キロまた4000キロごとにタイヤ交換代が5万から6万7万ぐらいはかかってきますよということですね。はい。でもその辺はやっぱりタイヤの値段って楽しさ安全性に比例して金額ってやっぱり上がってくると思うんで、自分はやっぱりお金出していいタイヤを買って、まあ、安全性って言ったらおかしいですけど安心感と、グリップの良さとハンドリングの良さとかワインディング性能をやはり維持していきたいので、なるべくいいタイヤを履くように心がけております。これからどんな修理とか不具合とか消耗パーツとかが出てくるかわからないんですけど、やはり短気筒で75馬力を発生しているすごいエンジンなので、どちらかというとやっぱり LC4 エンジンってレーサー寄りのスペックだと思うんですよ、エンジンが。はい。だからこの先1万キロ超えて、まあ、2万なり3万4万走っていくと必ずどこか消耗したあの不具合が出てくるはずです。そうなった時の修理費だったり、メンテナンス費っていうのはまだわからないですけど、まあ、なるべく普段できる油種類の交換とかそういった細かなメンテナンスをまめにしてなるべく長く乗っていければと思っております。はい。ではこの話はこれで以上にします。はい、ありがとうございます。君って童貞？あ、バキバキ童貞ですね。はい、話が長くなっちゃったんで、あとは逆の手順で戻していけばいいだけなんで、あとはオイルを入れて外した部品を取り付けて終了になります。はい。ではこの動画がいいねと思った方は、チャンネル登録高評価していただけると動画制作の励みになります。はい、では次回の動画でさよなら。